はい、どうも皆さん、こんにちは、沖縄です。今回はですね、レジェンズバトルロイヤルやっていくんですけれども、昔のキャラクターしか使えないんですけども、これやっていこうと思います。バカイカつくない？自分で編成考えて、やったんですけれども、えげつない編成できてしまったんで、使っていこうかなと思います。強いかは全く知らないです。でね、本当に後悔してるのが皆さん申し訳ない。これね、覚醒悟空初期のやつね、覚醒4なんですよね。ただ、枠はね、一番かっこいいやつにしてきたんで、マジで許してください。本当にそこだけは申し訳ないんですけれども、このパーティーのいかつさやばいでしょ。絶対使うの面白いと思うからやっていこうと思います。はい。いやー。確か赤ザマスぐらいまでのね、通常 SP とかしか使えないらしいんですけども、上3体ほぼ固定でやっていこうと思います。いかつすぎるやろ、もうこれ勝ち負け関係なしにね。このルールマジでめちゃめちゃ楽しみにしてたんで、1試合目、?1 日目か。お願いします。さあ、相手は、ちょっと待って。相手も赤ごち入ってる。バカ楽しみやねんけど、これ。ちょ、いかつすぎるでしょ、これ。じゃあ、スクショ取ろう。マジでいかつすぎる。はい、オール Z プラスで組んできました。くさ。さあ、僕、初手何でいこうかな。で、なんか、覚醒キャラは、覚醒してる分のソウルブーストがね、反映されるらしいんで、相手はまあ、覚醒1までのソウルブーストになってるんかな。お願いします。ゴリいかつすぎて、マジで使うの楽しみ。で、性能正直ね、青悟空とか覚えてないんですよね。うん、踏ん張り持ってるんは覚えてるんやけど、他の能力全然覚えてないんで。行きましょう。さあ、いきなりしょ、待って、ちょっと遅れたかも。速圧。え、強くね？封印強くね？封印強くね？オッケーオッケー。あー、強すぎ！ちょっと待って、バカ楽しいんやけど。さあ、こっち出しまして、ブロッちゃんが泥足あったっけ？確か泥足2段階結構お手軽に詰めたはずなんで、頑張ってほしい。絶対勝つわ、でも。回避回避入れて、オッケー？やばい、当時のね、この覚醒したキャラクターみんな強かったでしたから、ぶっ壊れだったからね、みんな。ブロリーもクソ強かったし、赤ゴジもクソ強かったし、まあ、悟空はそんなか。あんま流行った気はしないけど。さあ。行きましょう。これ、まあ、圧しようか。圧してる。ははは、ちょ待って。巨漢すぎるやろ。はい、979。あ、強い。うまいですね。ちょ、マジで楽しい。マジで楽しい。もう、本当に楽しいんだけど。久々にレジェンズをね、本気で楽しんでる気するわ。キャラ使って。さあ、クイックダンス入れて、オッケー。とりあえずですね、これ、弾を集めたい所存なんですが、赤星出してくるか。オッケー。ブロッちゃん強すぎるだろ。じゃ、マジでいかついんやけど。何回も言いますが、この編成、いかつすぎ。やるわ。やるわ、おいら。おいら、決めるわ。あーん、それ、気絶ケアでこれで受けます。タックル回避。あ、待って、危ね、回避を見れて、オッケーカウンターケアするの忘れてたわ。さあ、気合い入れて、オッケー、打撃飛んでくる。ちょ、待って、行きます、勝利受け、あー、決めたかった、対戦ありがとうございました。バカ楽しい、マジで。なんだこれ、マジでめちゃめちゃ面白いんやけど。はい。と言った感じで。とりあえず一緒しました。あ、ちょっと待って、BGM つけるの忘れてたわ。BGM つけます。はい。ということで、2試合目行きましょう。いや、マジでね、見た目だけでめっちゃ楽しめるこれ。使っててバカ楽しいもん。はい。いやー。今回のレジェンズバトルロイヤルはガチの神ですね。さあ、お願いします。あ、待って、18やばいんですよね。これね、どうしようかな、赤2枚行くか、青木。一応まあ全勝したい感もあるからあれなんですけど。まあ、いいか。上さんで行くか。紫。いや、待てよ、紫悟空ありか、これ。結構、Z アビ乗ってるよね。紫悟空行ってみる？ちょ、紫悟空、いや、でもね、迷うな、普通に。ブロリか紫悟空やったら多分紫悟空の方が強いと思うんですよね、僕。じゃ、だから赤ゴジ初手でこれで行きましょう、お願いします。ちょ、マジで楽しい。マジで楽しすぎて、ほんまに満足してます、今。バカ気持ちよすぎだろ。さあ、というわけで、相手は人造人間パーティーですね。いやー、いかついな、めちゃめちゃ。18がね、本当にこのルールバカ強いと思ってるんで、ちょ、怖いですね。うん。ゆっくりスマイルね。危な。回避回避入れよう。オッケー、2連回避。さあ、ここ外します。18どんどん削りたいんで、
ヤオキミドルやばいなこれマジで。見て、髪見て止めようか。髪見て止めて安定できます。髪見て射撃、オッケー、遠距離してますね。普通に勝ちに行くからね僕ちなみに。さあここ外そう、即発か。まあ、これ出していいですね。オッケー。クソ型、待って、極すりマジ強いなこれ。いいね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 。特殊か、打撃アンガリしようと思ったけど、ちょ待って、痛すぎ痛すぎ痛すぎ、おめえちょ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 待って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 、18が強すぎて、ちょこなになになな、今外れてるだよくわかんないけど、大金食らいまして圧打とうか。いやーマジか、待てよ、普通に負ける、普通に負ける、これ18にライジング直当てしたいな。いて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 、圧交代ムーブ、いややられた、あぶね、打とう、くっそ見られた、ライジングかな、お打ってこない、溜まってないんかこれ、オッケー、反撃もらって、ちょっと動きがばいな今日。さあ、おお、それはありがたい、もうこれ18捨ててこんかな、近づいてライジングで、なんかバグで、いやさすがに16捨てるか、さすがやばい、赤子字強いなこのルール、めっちゃ強いわ赤子字、パワーが半端じゃない。オッケー、昇竜拳決めて、楽しい。でここメイン切ろうかな、ちょっと怖いんでメイン切ります。おっと、オッケー、見えていく、アーマーで、アーマー持ってるよねこれ確か、オッケー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 ちょっと待って、ワンパーしろ、いけ、通信環境がなんか悪いってなったんやけど、え、これ切れた、あ切れたわ、まあ切断になりましたね。ただ見ましたか今のパワー、えぐすぎない、バカ楽しい。さあ悟空3で引いて、このムーブ当時ぶっ壊れでしたからね、やばいやばい、子さんにはたまらんすぎる、これ子さんにはたまらんすぎる。さあ究極いきます、これ 25% の気絶がつきますよという感じで、え、やば、めっちゃ楽しい、抑えて、一応ね、あのボットでも油断せずに行きます、はい。ということで、対戦ありがとうございました。最後はね、昇竜拳でバッコリ決めていきました気持ちいいということで、はい、昇竜拳ぶっ決めて対戦ありがとうございました。いいねこれマジで1日2000と言わず3000、4000、10000やりたいね、はい。というわけで、プリピットパローさん、ドラゴンボールの呼び出す呪文ですね。ありがとうございました。はい。一応ね、今回のパーティー、紹介しておくと、もう最強のね、覚醒キャラクターぶち込んで、全開アビリティ縦にかけたっていう感じの、脳筋編成となっております。マジでね、もう適当に使っても、普通に強い再編成となってると思うんで、ぜひね、皆さん使ってください。で、劇場統一してるんで、一応ね、この悟空さが踏ん張り持っているっていうのがあるんで、はい。ぜひ使ってほしいです。うん。あ、さっきの戦術はでも悟空3出したらね、踏ん張り消えるんで注意ですね。普通に忘れてたわ。はい。といった感じで、バトルロイヤル1日目、ぶっ壊れ楽しすぎました。お疲れ様でした。